リーグ第8節ナビスコカップ横浜戦から中2日と厳しい日程の中、調子を上げてきたジェフ千葉に挑みます。東京は前半開始から千葉に中盤を支配されます。9分、千葉の阿部が右サイドを突破すると牧が合わせてゴール。あっさり先制点を奪われてしまいます。対する東京は17分、笹のポストプレーから徳永がロングシュートを放ちますが、惜しくもゴール左へ。そして31分、千葉のフリーキック、マークの甘いところをまたもや牧に押し込まれ0対2、追加点を許してしまいます。後半開始からガーロ監督が動きます。川口、赤嶺、ジャンを3枚同時に投入し反撃を狙います。しかし10分、阿部のシュートはジャンがブロックしますが、こぼれ球をヘッドでつながれクルプニコビッチがゴール。ついに3点差となってしまいます。このままでは終われない東京。後半16分、川口のクロスが水本の手に当たりハンドの判定、 PK を獲得します。これをルーカスがきっちりと決め、まずは1点を返します。勢いづく東京は24分、スローインからルーカスがゴール前に上げるとキーパーがハンドル。これにいち早く反応した赤嶺が流し込みゴール。赤嶺のプロ初ゴールでついに1点差に迫ります。さらに猛攻を仕掛ける東京は後半、再三オーバーラップする森尾のクロスから川口が強烈なミドルシュートを放ちますが、惜しくもゴール左へ。結局試合はあと1点が奪えず2対3で終了。前半の試合運びに課題が残る結果となりました。